そういう意味では、海外移住ご希望の方からですね、ご相談いただいてます。ウェブライターになりたいですと。ウェブライターになる方法、どんな仕事なんですかって、どうやってなるんですかってことを聞かれるんですけども、別に資格はないんですよね、ウェブライターって。まあ、要はメールとか普通に今普通 の, あのデスクワークで使えますよね、あのネット上に文章を書くっていうのは。まあ、それの延長と思ってもらえばいいんですけど、ウェブライターっていうのはちょっとですね、特殊で、書き方がウェブライティングっていうのがですね、あの SEO、 要は Google の検索上位に行くために、書くですね、文章を求められていると思った方がいいんですよね。なので SEO を学ぶということと、あとあの開いた言葉、要はですね、あの中学生でも分かるぐらいの簡単な言葉、漢字を難しい漢字使わないとかですね、あえてひらがなにするとか、そういったちょっとウェブライティング の, あの作法みたいなのがあるんですけども、それができればですね、誰でもなれると。どうやってなるっていうのは、まあ、クラウドワークスとかですね、あの単発のお仕事から、あの1記事500円とか